Трішки норм. Що така є пропозиція. І ми надіємося, що далі буде краще, і в Україні стане трохи спокійніше. Ось. І надіємося, що будемо з вами працювати далі. 信じられない気持ちっていうのが、まず第一です。お会いするまでの本当に実現できるかどうかっていうのも一つ一つの状態だったので、もう、ウクライナのために何かしたいと動き始めた日本人ダンサー。その思いに応え、国を出ることを決めた2人。最初とに取り忘れた。戦争という状況の中で前へ進もうとするバレエダンサーたちの物語です。避難してきた2人が住むことになったのは兵庫県淡路島。針山さんが現在活動の拠点を置いている場所です。兵庫県はウクライナから避難してきた人への支援として県営住宅を1年間無償で提供しています。Это моя комната, в которой я живу. Мы очень любим свою квартиру. Она очень большая. Мы очень рады, что живем со Светой. 後ろの写真は家族の写真ですか？Да, это моя семья. Это моя старшая сестра. Это моя бабушка. Мама. Старший брат и его жена. 家族は元気にしてますか？Да, они, ну, каждый день есть вероятность обстрелов, но сейчас с ними все хорошо. У нас есть друг семьи, он был на фронте и получил травму. У нас воюет муж сестры. Светлана Санва. スケッチブックを持ってきました。絵を描いていると心が落ち着くそうです。二人が所属していたのはウクライナ西部の都市リビウの国立歌劇場。幼い頃からバレエダンサーとして教育を受け、2年前名門の劇場に採用されました。ソリストとしてさまざまな作品に出演する日々は充実していました。 Город очень красивый, старинный. Там всегда пахнет кофе. Очень добрые люди. Очень красивая архитектура. И все очень душевно. しかし、そのリビウもロシア軍のミサイル攻撃を受けるようになります。舞台で踊ることはどんどん難しくなっていきました。Когда был спектакль, у нас часто были сирены, и тогда спектакль останавливался, и все люди и мы спускались в бомбоубежище в подвал и сидели до тех пор, пока сирена не прозвучит снова, чтобы мы могли выходить. 二人は国立歌劇場を辞め。ウクライナから避難することを決意します。Быть в безопасности и продолжать танцевать и в случае чего помочь своей семье. Родители, семья больше настаивала на том, чтобы мы находились в безопасности. В 日本に到着して5日後。
じゃあ行きますね。あ、おはようございます。お願いします。二人は針山さんの案内で来日後初めてのレッスンに出かけました。針山さんも使っている貸しスタジオで半月ぶりの練習です。本来であれば毎日のレッスンが当たり前のプロダンサーの世界、こんなに長く踊らずにいたのは2人とも初めてでした。Да. Расскажи. А там было это пике? По втором зале было это пике? Ну, как и классно. Ну, у вас такое опасение, я думаю... А, да. Так вы же? Там, где вечно занимается, это другой. Другой мы как да? Там линолеум. О, это тоже линолеум. Ну, какой-то... У нас такого нет.2人のサポートをしている針山さん。すごい。世界的なバレエダンサーとして活躍してきました。始めたのは6歳の時。1993年、16歳でモスクワの名門ボリショイバレエ学校に留学します。当時はソビエト連邦が崩壊して間もない頃、国内はまだ混乱していました。外に出た時にはすっごく怖かったです。やっぱりなんか銃声みたいなものも聞こえてきたりして、それが何かわからないんですけども、遠くで機械なんかパーンとかだったら、やっぱりなんだろう、インフレとか物がなくなったり、もう大混乱の中、まあね、10代で日本人でしたから、それは狙われやすいですし。そんな環境でバレエを続ける中、多くの人に助けられたといいます。お湯が出ないからシャワーをしに、日曜日に受け入れてくださったロシア語の先生とか、温かいものを食べさせていただいたり、私はそういう方々にお会いしてなかったら今自分ここにいないと思ってるんですよ。首席でボリショイバレエ学校を卒業した後は各国で踊ってきた針山さん。ウクライナの舞台にも何度も出演しました。そんな針山さんにとって今回の戦争はとても胸が痛むものでした。自分には何もできないと思ってたんですけど、大変な方々いらっしゃって、もしかしたら日本にこっちに来てもらって、その方々の命とかその人生っていうのが、その一瞬ひととき、もしかしたら安全でこう、なんていうんですかね、
よかったと思っていただけるようなところにお迎えできるかもしれない。ウクライナから日本に避難していきたいバレエダンサーはいないか、針山さんは3月、各国の友人たちに呼びかけを始めます。その時の文面が残っていました。3月16日、 Dear Yanam, It's Amy, I can't stop thinking about the situation now and trying to best. 現在の状況が頭から離れません。何かできることはないかと考えています。もし日本に避難していきたいというダンサーやアーティストがいたら、住む場所や食料、踊る場所を提供できます。この呼びかけに友人を通じて応じてきたのがスベトラーナさんとネリアさんでした。針山さんはオンラインで話し合いを進めながら、飛行機の手配など渡航の手続きを全面的に手伝いました。Я узнаю. Я сказала, что 12 или 13. Они сейчас посмотрят, потому что виза все есть, что уже как можно конкретно заказать. Вам все равно 12 или 13, да? Да. Но лучше один чемодан или вот помен, да. Да, приезжайте. Да, не очень. Когда вы уезжаете? Мы уезжаем завтра вечером, да? Ну тогда сегодня, наверное, посмотрим. Ну, мы еще раз созвонимся там уже в Польше, да? Хорошо. Мондай ва, 2人 га Нихон ни 到着 した 後、経済的にも安心して暮らせるようになるためにはどうしたらいいのかということ。針山さんは淡路島に本拠地を置く企業にある計画を持ち込みました。ね、プロジェクトなんですけど、まあ、2025年、まあ、こういろいろそれに向けていろいろなことをやっていきたいなと思ってます。ここに来て、そして先生、もっと多くのバレエダンサーたちを淡路島に呼び、その能力を生かして地域も活性化させようというものです。学べるコンクールってここでしかできないような、まあ、全国からみんなが集まってきてもらって、先生方に学んできてもらってとかいうこととか、いろいろこう、まあ、いろいろ日本でこう淡路島でしかできないような作品を作って、こう世界に向けたりして。ウクライナは世界的な踊り手を輩出しているバレエ大国。その国のダンサーたちに講演や授業を行ってもらうことで、淡路島をバレエの新しい拠点にできないかと考えたのです。ウクライナの方々と一緒にいて、まあ、全部で、そうですね、まあ、20人とかダンサー。ダンサー20人、はい、集まってパフォーマンス。本当舞台も OK で、その人たちが来てくれたら、もう本当に淡路島に日本中の子どもたちが学びたい。いや、もう本当にね、全国からここに来て見ていただけるようなパフォーマンスも。この企業は淡路島から文化的な発信をしたいという試みを数年前から続けてきました。針山さんのプランは前向きに検討する価値があるものだったのです。今ある更地に新しく舞台を作ろうという案も飛び出しました。まずテント形式で、ね、あの今から建てるとなるともう半年以上かかっちゃうけど、テントどこか探してきて、その中に舞台を作って、その舞台の
そのテントのところでみんなが、だって緊急でしょ。お願いします。青森島でバレエがもう想像できなかったんです。バレエが見れるなんて想像できなかったから、本当に遠い夢のようなバレエの、そういう大国のウクライナの人が来てくれて、この青森島に住んでくれるのかなと思ったんですけども、針山さんが、いや言葉の問題も教えますと、それからいろんな演出もやりますと、ただ場所とそのテントでいいから、とにかくみんなが日常的にちゃんとこう仕事が持てるようなものを作ってほしい。で僕は感動しまして、青森島がもう変わってしまう芸術の島にいっぺんになるぞというような気持ちにはなりましたね。スベトラーナさんとネリアさんにとって、日本での暮らしは何もかも初めての体験。針山さんは時間の許す限り2人に付き添ってフォローします。Она чаще есть сладкое, чем я. А, ну это хорошее, чем я. Ну, очень просто для нас странное, мы его никогда не едим очень, ну, не ели. Это сейчас. Да-да. Да, едят с соя, соус можно с сыром. Ага. И просто так, хорошую и понятно. Ага. Куда еще есть, а? まだ日本語もほとんどわかりません。週2回1時間の日本語教室へ。テリアさんはヨガをしますか？あ、しません。私は週末アバイコ、はい、お魚を食べます。魚を食べます。ヨーグルトを食べます。ヨーグルトを食べます。私はジョギングをします。私はジョギングをします。あなたの習慣は何ですか？何ですか？はい、何ですか？スベトラーナさん、あなたの習慣は何ですか？私は車を運転します。もう、OKあともう一つ。一つ。あ、もう一つ。あ、一つ。私はヨーグルトを食べます。いいですね。はい。あ、そうみたいです。はい。家にやすいところ。じゃあ、聞いてください。二人が暮らす県営住宅の部屋にはロシア語と日本語と英語で書かれた付箋があちらこちらに貼り付けてあります。お母さん、寝ろって見えた。お母さん、寝ろって見えた。寝ろって見えた。ホーディルニング、前、前、前、どっちでも寝ろって見えた。みんな、無理して。だな。無理してみよう。夜間？夜間？この日二人が作ろうとしたのはふるさとの味。お母さんが今寝とったのめちゃめちゃ寝とった。めちゃめちゃ。うまい。あ、это что? Надо сколько дней больше ждать? よし。Я тебе сказала, что богато воды. Еще капусту не вывалили.少しずつ生活のリズムができてきました。Привет, как у вас дела? Хорошо. Супер. Чем сегодня будете заниматься? Еще не решили, планы есть.
Хорошо. 家族とは毎日のように連絡を取り合っています。Вопрос маме. Вы не хотели бы увидеть вашу дочь на его? А, конечно. Скучаем так все. Очень скучаем. Любим. Очень жду. Общаемся, регулярно общаемся. Помогает это. Да. Хоть видим так через экран, но хоть как-то. Так что любим очень сильно. Спасибо. Я вам наберу вечером. Давай. Все, люблю, пока. Стараемся в ней не разговаривать. Как прошел день, как у кого, как дела? Конечно, скучаю очень. 口に出さなくても、戦争のことはいつも気にかかっています。ある日取材班は2人からウクライナ関連の番組を翻訳してほしいと頼まれました。今ひまわりが咲き誇っているウクライナの大地。その同じ大地に真新しい墓標が次々と建てられています。ロシアによる軍事侵攻から半年、今も各地で犠牲者が増え続けています。ロシア軍の攻撃は市街地のみならず、ウクライナの経済や人々の暮らしを支える穀倉地帯にまで広がっています。無数の砲弾が撃ち込まれ、農地に甚大な被害をもたらしています。この日、キーウの国立学校でバレエを教えていたマルガリータ・ドシャコワさんが針山さんのサポートで避難してきました。淡路島のバレエダンサーは5人になりました。自らのレッスンや講演も行う忙しい日々の中、針山さんがどうしても実現させたいと願っていたことがあります。それは8月24日、ウクライナが旧ソ連から独立した記念日にみんなでバレエを披露すること。スヴェトラーナさんとネリアさんに相談することにしました。だよ、一時間も。Знаете, вот я хочу показать, конечно, вот украинское там народное и классический, но хочу попробовать показать Бетховен, 9-ю симфонию, mm-hmm. которую вот я это каждый год, конец год и начало года, я когда жили в Берлине, слушали, и там есть там слова, что вот для, ну как позитивные и для мира, который там вот сейчас очень тяжелая, конечно, ситуация, тяжелая и время, и то, что там все вместе, там, поэтому я хочу попробовать ставить, mm-hmm. и еще очень важно с оркестрами и хорами, так, верами. Да, мы думаем, то, что должно получиться хорошо, yeah. Тем более, если мы соберем большую команду, yeah. Да, yeah. и сейчас очень важно показать
что-то для мира, сплоченность, поэтому думаем, что это очень хорошая идея. Думаю, это очень важно, чтобы показать что-то особое, то, что сейчас можно показать вот такое. Попробуем, да? Да.8月24日に向けて連日レッスンが行われるようになりました。希望者が県の内外から予想以上に集まりました。総勢28人のダンサーで舞台を作り上げます。この日稽古場には本番で大工を踊るときに着る衣装が届きました。ダンサーたちが身につけるのは青と白のスカート。しかしネリアさんたちは稽古場の隅で浮かない顔をしています。針山さんは衣装に華やかな赤を使いたいと考えていました。しかし青、白、赤という色使いはロシアの国旗と同じ。それにネリアさんたちが反対したのです。そして数日後、結局2人は白と黄色の衣装を着ることになりました。ウクライナの国旗にも入っている色合いです。本番1週間前、市のホールを借りてリハーサルが行われました。これね、足の一歩一歩に意味を込めて歩いて、一歩で気持ち込めて歩いて。ベートーベンの大工、喜びの歌が入った第四楽章を振り付けていきます。やっぱり小さな争いが大きくなると思ってて、でもう隣にいる人とやっぱり手をつないで、何があっても許し合って、
前に進んでいけたらいいなっていう願いと、そして世界の平和、その願いも込めて。独立記念日に踊る平和への祈り。日本の観客に自分たちの踊りを見てもらう最初の機会でもあります。スベトラーナさんとネリアさんの練習にも熱が入ります。そしてリハーサル後に針山さんが向かった先は、テントシアターが完成しました。すごい。されちゃった。やってくれたよね、昨日。本当すごい。だけどこれ曲がってないから後ろ見ていちゃう。急ピッチで進められた建設、大切な8月24日に間に合いました。客席数は135。こっちに頭をしてると思うから、最初にもうやるって言った時にはまず無理と、間に合わないっていうところをなんとか間に合うように、だけど何か一つ作るったら間に合わないっていうところだったんですね。実際まあいろんな細かいことはあるんですけど、まあ、あの形ができてるっていうところがまず一つ、舞台できてるっていうのが二つで、まあ椅子もできたっていう、そして迎えた8月24日ウクライナの独立記念日。テントシアターには大勢の観客が訪れました。料金は無料。会場の片隅には支援を呼びかける募金箱が置かれ、集まったお金はウクライナに寄付されます。
大工へ。この絵はスヴェトラーナさんが描きました。瞳に映るのは焼けたウクライナの街。流した涙の中には хотела, чтобы мир вспомнил и не забывал, что в Украине сейчас война. Хотела показать, насколько людям сейчас сложно в Украине. И мы хотели бы, чтобы это все скорее закончилось. Нам очень приятно, что пришло так много людей. Мы надеемся, то, что мы сегодня донесли до публики свои эмоции, свою душу и надеемся, что поскорее наступит мир с общей помощью. 本当に感謝しかないですね。なんかちょっともう現実的じゃないです。今の気持ち。はい。ありがとうございます。公演の前、ネリアさんは22歳のバースデーを迎えていました。無事に舞台が終わり、この日は数日遅れの誕生祝い。豪華なフルーツケーキを針山さんがプレゼント。Как поеду тоже, да, привлекать по-японски. Или то же самое будет? Ну, как когда? Дома украинский, да? Не украинское. Мы готовим салаты, курицу. Мы завтракаем едой овсянкой. А, овсянка? Да. Там нашел? Да. Есть, да? Да. Ну, мы скучаем за гречкой. Гречка найдем. Есть? Есть, 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 есть. Мы скучаем за гречкой. Есть, есть, найдем. Супер. 久しぶりにくつろいだ時間が流れます。テントシアターはウクライナのバレエダンサーたちの働く場所になりました。いろんな勉強ができる機会になっているし、この30名みんな集まったみんなで、まあ、コロナですけども、あまり近寄らないでいろいろ共有して、切磋琢磨成長してもらえたらいいな。この日行われていたのは、バレエダンサーの卵たちのワークショップ。祖国でも教師をしていたマルガリータさんたちが指導に当たります。上半身曲げる曲げる、今度右軸で、バレエ大国ウクライナの指導者に教えてもらえる機会はめったにありません。
4泊5日10万円のワークショップには県内外からたくさんの応募がありました。キャラクターダンスとか本格的で細かいところまで見てくれるのが現地に行ったような感覚になれて初めての体験でした。マルガリータ先生たちのレッスンは留学などをしないと受けれないと思うので日本でも受けれるのがとても嬉しいです。教えていらっしゃるときすごいやっぱ生き生きされてるんですよ。なのでなんかそういう機会を先生にもと思ってやっぱりその生徒にも先生にも両方がねこうプラスになるよ。Сейчас то время, когда у нас идет война, мы хотим сказать большое спасибо, что она пригласила и что мы можем продолжать работать.ネリアさんたちは収入の多くを故郷に仕送りしています。この番号をこちらへ、はい、お願いできますか。約100ドル以上になってくるんで送金金額から引かせていただくような形になります。一緒に一緒にちょっと2万円ついついの番号を得たら各コムション手続きにもまだ針山さんの手助けが必要です。ご印鑑じゃなくてサインなんで近くに訂正のためにサインを送っていただきます。はい、ありがとうございます。今回の誤送金は、仕送りということですかね。はい、仕送り、家族の方で、はい、お父さん400ドルって言ったらだいたい何人分の、いくら期間としては1ヶ月分とか、3人家族なんですけど、はい、2週間半ぐらい持つかな。それもめちゃくちゃ節約してみたいな感じですね。2週間半、はい、仕事がないから自分が支えるんだって言っててすごく日本に来てだからなんかそれも今家族みんなを自分が支えようとしてるんです。они поблагодарили, сказали спасибо большое. Сейчас финансовая ситуация в Украине нестабильная, очень много людей потеряли работы, очень много не выплачивают зарплату, и поэтому и цены растут, так что я думаю, им приятно.戦争が長引く中、避難を求める人々は数多くいます。Если вы можете рассказать по поводу ваша семья, как думает, что вы хотите приехать в Японию, помогает или говорит, что туда попробуй или вот как семья? Моя семья хочет, чтобы я туда приехала. У меня мама, она считает, что я сама должна принимать решение, хочу я этого или нет. Да. Но меня они поддерживают. Они меня поддерживают, потому что им тоже нравится японская культура. Я первый раз буду жить одна. Меня это не пугает. Мы это все были готовы. Там будет период, все там, все, что тебе нужно. Есть. Только работа это как не постоянно. Каждый день немножко расписание меняется. Вечером репетиция или спектакль, когда. То есть это не постоянно. Это не как потому что мы только на.ネリアさんたちは淡路島だけでなく、さまざまな舞台に出演するようになってきました。この日は
1200人の観客を前にしての大阪公演。Мы очень соскучились за большой сценой, и очень приятно находиться в театре, видеть много мест, и сегодня очень много людей участвует в этом концерте, и мы чувствуем сегодня себя как дома. の大工はここでも сейчас для нас и для всей Украины тяжелое время, и мы стараемся помогать и сами держаться. Что, несмотря на все сложности, можно найти единомышленников, поддержку, никогда не нужно останавливаться.